皆さん、信じられません。公式横浜 DeNA ベイスターズ、読売ジャイアンツ相手に、わずか1勝しかすることができていないんですけども、後半戦の初めての初戦で、巨人に勝ったー！はい、どうも、ベントスコアと名乗るものでございます。本日もね、DeNA の振り返りの動画、撮っていきたいなというふうには思っております。いやー、昨日ね、阪神戦見事ね、後半戦の初勝利を、することができまして、本日からね、本当冒頭でも述べた通り、まだ1勝しかできていない、巨人戦、結果を申しますと、6対1で勝つことができましたー。いや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 、昨日は本当に、ガッタ心地がしないようなゲームだったんですけども、本日はね、もうしっかりと投打で、噛み合って、勝つことができた一勝かなというふうには思いますので、文句がないね、ぐらいの気持ちがいい、ゲームだったかなというふうには思います。いや、もう若手の大活躍、さらにはね、味方に戻ってきていただいた大津前選手を始めた打線、もういい感じに機能しましたしね、成田は京山くん、今季初勝利おめでとうっていう感じでね、この最高の試合を、選手たちの活躍というものを振り返っていこうかなというふうには思います。選手たちの活躍はこんな風になっております。はいね、もうなんといっても一番のガッツマン桑原選手、素晴らしいですね。桑原選手ね、守備面ではやっぱあのファンブという形でちょっとねまずいプレーというものがあったんですけども、もう攻撃面ではね、さすがのような内容で走塁もしっかりしていましたし、なんといっても2番の森選手、今日は1安打なんですけどもね、その1安打が左中間を破るタイムリースリーベースヒット、いや三塁まで余裕しゃくしゃくとね、走り込んでいきましたしね、あそこの打球から余裕三塁打になるというね、驚異の足ですよね。いやもう大好きというね森くん感じなんですけどもね、もう日に日にね、アピールの方を続けておりまして、まだまだね、打席数はね、少ないといえども、3割をキープ、守備面でも素晴らしいというところで、本当に本当にね、必要戦力、になってきたなという感じは思っておりますので、日に日にね、森君に対するポジ、楽しみというものがね、溜まっていくかなというふうには思います。佐野選手もね、後半戦、得点源強いですし、なんといっても、オースティン選手、もう弾丸ライナーをぶち込みましたね。守備面ではね、ちょっと、またハッスルして危ない面があったんですけども、もう素晴らしい。宮崎選手と松本選手はね、まあちょっと出たというところで、まあ復調気味ではあるかなというふうには思います。ちょっと僕はあっぱれあげたいんですけども、やっぱ山本選手ですよね。昨日も打撃面でいいところアピールして、今日もサメ使ってもらって、まあファーボール1個というところで、打撃面ではそこまでアピールはできなかったんですけども、まあ盗塁守備面でも2個盗塁させたりとか、いいリードもあったりというところで、非常にやっぱ守備型の、キャッチャーとして素晴らしいアピールをしているので、ちょっと山本君当分使っていてほしいなというふうにはね、個人的には思ってます。途中出場選手はね、宮本選手、盗塁失敗したりというところで、牧選手もね、つぶしヒッターやったりというところで、まあまあまあかなという感じは思ってます。投手リーダーの方はね、京山選手が5回投げて1失点というところで、まあ正直ね、はっきり言ってめちゃくちゃいいっていうわけではなくて、まあ、危なかったピッチングだったかなというふうには思います。全然ね、炎上もあったような内容だったんですけども、まあなんといってもいつもの京山選手のパターンといえば、やっぱり球はいいんですけども、臭いとこつきすぎてフォアボールというところが多いので、今日はそこまでね、いつもよりはフォアボール出してなくて、ピンチの場面でも堂々と勝負できたので、そこがやっぱり炎上しなかったポイントなんじゃないかなというふうには個人的には思ってます。なんといっても、ほんまに龍馬選手が大事なのは、やっぱり今は自信かなというふうには思うので、この一勝というものは、彼自身にとってすごい大きな、一勝かなというふうには思いますし、このままね、きっかけをつかんで、ぜひね、覚醒して、全然2桁狙えるピッチャーかなというふうには思いますので、このゲームを機にね、覚醒して、次からのピッチング、成功体験していって、投げていってほしいかなというふうには思います。5回で投げたのはね、全然、次クリーンアップやったから異論はありません。はい、最後にイベント塚本選手なんですけどね、今日はね、またまた森選手にね、ぜひやりていこうかなというふうには思います。イベント塚本くんおめでとうございます。はい、明日はね、デーゲームというところで、先発ピッチャーはロメロ選手、戸郷選手というところになっております。まあ、戸郷選手はね、まあ、5回2点ぐらい取れるんじゃないかなというふうには思ってるんですけども、まあ、個人的にはね、ロメロ選手の出来上がりというものが非常に、楽しみです。はい、今日こんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それでは、お疲れ様でした。さら、バイバイ。
夢を運ぶ一振り、君が刻むヒストリー、青く光る彗星、腕を平らをステン、ゴー、ゴー、DA!